根本がセレクト足別問題から学ぶ改正民法講座皆さんこんにちはレック専任講師の根本ですえ、これは私が1月から新たに収録をしているこの講座についてのガイダンスをしていこうと思いますこの講座どんなコンセプトかもう名前の通りです解きながらインプットをしていこう 年内は基本的に改正のインプットだけだったと思います。年だけからはアウトプットをしながらインプットをしていきましょう。そういうコンセプトの講座です。いろんなところで聞かれます。改正は確かに講義は聞いた。でもどうも頭に残らない。じゃあなんで頭に残らないのか。もう端的に言うとこれだと思うんですよ。 問問題題演演習習です問題演習が少ないまあそもそも再検法ってもともと過去問の数が少ないまた今まで過去問があった分野でも改正によっていらなくなった使えないいらなくなったというふうにさらに削れちゃうなおかつ新分野の論点は過去問をやっていてもできない問題演習ができないというのが一番の理由です。 それによってどうなるかと簡易を勉強してもうんそんな制度があったのねじゃあどれ聞かれるのとどこを覚えとおきゃいいのとそこはわからないまたもう一つ問題を解いて頭にポンと入れるこの作業ができないやはりこれが一番のネックだと思うんですそこで今回この講座では できるだけ問題を使って頭に入れるということができるように企画・制作しましまた具体的には問題を使っていくんですがどんな問題を使っているのかといいますとこちらまず一つ目が司法試験の過去問です司法試験の過去問の中から、えー、改正後生かせる問題そして司法書士試験でも出そうなものそれをピックアップしています。 また2つ目レックの使用試験また使用書試験そこの当連問題なども使っていますそして三番、えー、こちら改正がであるでも当連問題もない過去問もないそういったものについては私自身がちょっと問題を作成しております、はい、でその問題のレベルとしてはどれぐらいかといったら本当に基本的なことから 改正の本当に細かいところまで、さすがにこれはない。でも、ある程度深いところまで。ここまでは入れたつもりです。基本だけじゃなく、深すぎもなく、ある程度のところまでは入れたつもりです。講義の進行、これはどんな感じかと言いますと。時間を取って、講義中に、じゃあ、皆さん。 このページ1問から5問まで解いてくださいどうぞ解いて解いてもらいますはいじゃあやめてくださいじゃあレジメその下の図を見ていきましょうこう,こうこうなってますがこれがこう変わっておりますでは今回4番の足を見てください誤りですかどこが誤りですかこのような形で改正の知識内容を説明しその後全足じゃない重要な足だけについては当てはめをしていきます あもちろん答えいますよ答えを言った上で当ててはめをしていきますじゃあどんぐらい足があるのかと足ね問題,あの問題数じゃないかね足ねえ今のところ2回目まで収録が終わってまして1回目が46足2回目が41足ありました、まあ、3回目以降これと同じぐらいはあると思いますちょっとまだ収録は全部終わってないので何足と断言できなくて申し訳ありません では次にレジュメの特徴、一問一答の問題該当する条文、趣旨、イメージ図、このように作られています。まず一番上に問題があります。一問一答の問題があります。ここ,こちら丸バツをここにつけるんですが空欄にしています。時間を取ってここに丸バツを書いてくださいと。 考えておいてくださいと言います。で、それがの後には改正した部分の条文。そして趣旨が載っています。改正した年は条文通り出る可能性は極めて高いです。しっかり条文は見てください。で、趣旨ポイント講義でえっ、ー、と正面から読むことはあまりありません。講義を聞いて分かりづらかったというところがあれば読むということをしてもいいと思います。 講義では主に一緒につけたイメージ図、これを使っていきます。イメージ図で説明をして、今回ここはこうだから丸だよ、もしくはバツだよってことを説明します。同じように一問一答、条文、趣旨、イメージ図と。一問一答、一問一答、まあまとめ図と。 いうふうに作っていますで、このように作っているんですが最後の最後でその回で使った問題だけをまとめています、えー、ところどころにあった問題を末尾の方で全部まとめます具体的に言うとこんな感じです その回に、えー、で使った問題と丸×の答えこれを全部入れていますなんでこの一番後ろだけを使って最後確認もできるわけですではこのレジメなんですがどんな特徴があるかというと条文図表などいろいろ言っておりますが基本的にはパーフェクトローラー講座 こちらの方で使っているものにを準拠して作っておりますはい、ただなんですが新作も入れております多くはありませんが少なくもないと思います、えー、いろんな整理の表など新しいものも作っております最後に この講座、どんなふうに活用していくかと,というとまずはえこちら講義が終わったら講義はね終わったら改正内容で自分のインプットが不足しているなとって思ったところをこのレジュメを読み込むもしくは自分で改正で勉強したものを読み込むという作業をしてください。でそれが終わったらぜひ、巻末に載っている巻末に入れたこういったこの回の一問一答のまとめのもの それをもう一回解いてください。講義の復習としてはそれぐらいで十分です。お時間がない方は、一旦講義を聞いて丸ツを確認する、で知識をインプットしたら、この丸二番、これだけをね、例えばその次の日の仕事の行き帰りで解くとか、そういうレベルでも十分効果は出ると思います。以上私が私は担当する新講座です。もし、 改正法にの勉強にちょっと時間が割ける方他の講方とは違ってここにちょっと時間が割ける方ぜひ検討してみてくださいこちらの動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました